皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチーです今回は卓球チ恵ーブの方よろしくお願いします本日のテーマはこちらですツッつきたいッツつきで勝つ方法について紹介したいと思いますもうこれはバック対バックのツッつき戦で勝ちたい相手よりもツッつきで粘りがちたい相手よりもツッつき戦で有利になりたいという方必見の動画です結構ツッつきって試合中使う頻度が非常に高いので まあ、つつきたいつつきで勝つことは、まあ、非常に重要なことなのかなと思います。で、まず、この、あの、つつきたいつつきで勝つ方法の、まあ、鉄則っていうのが実はありまして、まあ、つつきたいつつきをお互いやってるときに、意識としては大事なのは、どれだけミスをしないで、相手にミスをさせるかっていうことが非常に大切なポイントとなります。この、ある一つの意識をしていただくだけで、 あの、つっつ線が急に強くなります。で、それは意識の持ち方だけで変わってしまうので、もう皆さんこれおすすめなんですけど、あのやり方は切れてる。ツッツキは合わせるで、相手の手つきは切れてないときは自分から切る。っていうことをしてみてください。あの、これが実は合理的で非常に勝ちやすいツッツキ戦のやり方です。 実は皆さんツッツキ切ろうとするツッツキの切る感覚って大事だとは思うんですがあのレシーブでツッツキを切るっていうのは非常に簡単な方ですですが相手がツッツキを切ってきた時相手がツッツキを切ったのをまた切って返すこれって結構意外と難しいんですよね相手は切ったツッツキそれは速くて深い,速い回転量の強いツッツキをまたそれを切って返すそうやろうとすると結構ネットミスしたり 相手の球に負けたりします。で、実はあのレシーブの時は突ツきツは切って返すのはすごいやりやすいんですが、突ツきツ戦の時は相手の切れてる突きに対してまた切りに行くっていうのはもうあまりしない方がいいですね。それよりも相手の回転を利用するっていうことでラケットの面をいつもよりも少し開けた状態で合わせて突ツきツをしてみてください。 そうしますと、相手のツッツキの回転で勝手に勢いよくツッツキがポーンと帰ります。そういった経験皆さんもありますよね。相手がツッツキ切ったき合わせると、カーンとこう一直線に速いツッツキが勝手にカウンターツッツキみたいなツッツキが帰っていくことがあります。で、相手の勢いをうまく利用して、切れてるツッツキは合わせて返す。なので、皆さんが相手のツッツキが切れてるなと思った時は、 合わせる意識ちょっと面を開けて切れてるので面を開けます少し,少しだけですほんとちょっと気持ち上げる感じであと合わせてツッツキ切る意識を持たずにそのままラケットの面を出してあげるだけで勝手に攻撃力の高いツッツキ 合わせに行ってるけど、打ってください。っていうツッツキじゃないんですよね。その弱気なツッツキじゃなくて相手の切れてる回転が返ってるツッツキですので、あの相手がなかなか、それも打てないといった状況になります。なので、切ったツッツキに対してこう合わせてポーンって返すっていうのは実は相手にも打たれないし、自分も安定して返せるという二つのメリットからなっていたんです。 なのでよく中学生の試合相手が高校生の子たちでツッツキ戦の試合非常に多いんですがそういった時にただ無意識にフォワードバックでツッツキで返し合っているよりかは難しいのは合わせるだけで返すであの切れてないツッツキが来た時は自分から切りに行くっていう意識で切るこ,こ,でこれは切れるこれは切れるあこれはちょっと厳しい合わせるあこれも厳しい合わせるでこれいける切る切る。切る 合わせるっていう感じで難しかったら入れる合わせる入れるっていう意識でやりますともうミスがないし自分も攻めることができるので相手のミスが増える可能性もあるし自分のミスは減るっていうことであれこれ結構理想じゃんっていうことになりますね。 ということでまとめますと難しいツッツキは無理せず合わせるだけ入れるだけでいいです。であの甘いツッツキや普通のツッツキ切れてないツッツキそんな強くないツッツキが来た時は切って返す切ってツッツキをするっていう,もうこの2つだけをツッツキで意識するだけでそしたらツッツキでつまらないミスがなくなり相手にミスを誘うことができるっていう,もう理想なんですよね。 あの普通のツッツキが来たら切りに行けばいい。ということで自分はリスク全然ないです。ミスが少ない状況がずっとあの出つつ、相手は自分のツッツキが厳しくやった時は厳しく返ってきたり、甘いツッツキをしたら相手がキュッと切ってくる。ということで普通のツッツキに比べたら断然相手はプレッシャーめっちゃかかってますよね。相手はなんだあの人ツッツキ結構うまいな対処法。冷静に対処してくる。切った時は無理しないでこう合わせてくるし。 自分がツッツキで合わせた時はしっかり切ってくる。なんだこれっていうツッツキ戦強いなっていうふうになりますよね。ありがとうございました。